本日紹介するのは斉藤京子さん。斉藤京子さんは1997年9月5日生まれの日本の女優、タレント、ファッションモデルです。彼女は東京都出身で、身長は155センチ、元日向坂46のメンバーであり、現在は東宝芸能に所属しています。また、女性ファッション誌、R のレギュラーモデルとしても活動しています。欅坂46、後の日向坂46に加入。2016年5月8日に欅坂46メンバーオーディションに合格し、5月11日にお披露目されました。同年10月28日には初の単独イベントひらがなおもてなし会に参加しました。2017年10月25日に発売された欅坂46のシングル風に吹かれてもの楽曲それでも歩いてるで初のセンターポジションを担当しました。2018年4月15日には冠番組欅坂46ラーメン大好き斉藤京子ですが放送され、2019年1月3日からは MBS ラジオの今時に単独でレギュラー出演しました。同年2月11日にはグループ名が欅坂46から日向坂46に改名されました。2019年6月7日からはR のレギュラーモデルを務め、2020年4月26日からは MBS ラジオのあっぱれやってますにレギュラー出演。2021年1月19日には写真集とっておきの恋人を発売し、初版11万5千部が発売前に重版され、最終的に累計発行部数は15万5千部に達しました。2023年5月21日には初の有観客ソロコンサートを開催し、同年9月22日には映画ミュータントタートルズで声優デビューしました。また同年10月21日から放送のドラマ黎明の食卓で初の単独主演を務めました。2024年1月11日に日向坂46からの卒業を発表し、4月5日に横浜スタジアムで卒業コンサートを開催しました。その後5月1日に東宝芸能への移籍と公式ファンクラブの開設を発表しました。斉藤京子さんは低音ボイスと歌唱力で日向坂46の歌姫と称される一方、天然なキャラクターでバラエティ番組でも人気があります。中学生の頃に AKB48 の大島優子に憧れ、アイドルになることを夢見ていました。彼女の趣味は動画鑑賞、旅行、温泉、イルミネーションを見ることなどで、特技にはバビゴ、謎解き、ブラインドタッチ、大富豪などがあります。好きな食べ物はラーメンで、ラーメン、人生とまでいい。特に極太麺の担々麺を好みます。日向坂46のメンバーとは親密な関係を築いており、特に井口真央、浜岸日和とは親友と呼べる存在です。また元欅坂46の志田真中、鈴本美優とも親しい関係にあります。斉藤京子さんはアイドルとしての誇りを持ちながら多くの夢を実現してきました。これからも女優やタレントとしての活躍が期待されます。いかがだったでしょうか。まだまだ伝えきれていない彼女の魅力がたくさんあると思いますので、よろしければコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。今後も日本で活躍するモデル、女優、アイドル等を解説していきますので、よろしければぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。